まだかいベランダからブエンにのぞきながら高野選手が声をかけた。 きょうだいにむかって日やけ予防のおしろいをぬっていたしずこはびっくりしていやよせんちゃんそんなところからのぞいたりしておけしょうしてるところなんかおとこがみるもんじゃないわぼくはべつにかまやしないがねみんなもんのところでまってるぜさきへいってだよあたしおじいさまにごあいさつしてからでなくちゃいけないわ それからね、センちゃん。あたしをエルって呼ばないでちょうだい。承知いたしました、エル。あたしをからかうのしずこはきっと振り返った。高野選手は苦笑しながら。僕が呼ぶとそんなに気に障るのかいみんなそう呼んでいるじゃないか。誰にも呼んでもらいたくないの。 亡くなったお父様だけよあたしをエルって呼べる人は父様はいい方だったわあたしが母様に似ているので彼女のようだという意味からフランス語でエルと呼んだわあたしお母様とは小さい時死に別れたのでお顔を覚えていないけれど父様からエルヤって呼ばれる時にはあたしの中に「 母様が生きているような気持ちになったものだわごめんよしーちゃん戦士は目を伏せながら言ったそんなわけがあるとは知らなかったこれから気をつけるよみんなにもそう言ってちょうだい4人ともあたし好きじゃありませんってあなたたちはみんな不良よ嫌いだわ 僕もそう思う思よ。つぶやくように言って高野選手はくるっと向き直り大股に庭へ降りていったここは湘南公家沼の海岸中村正右衛門という老死者の別荘である広大な庭を持った白亜の洋館には長年の痛風症に悩む老死者と18になる孫娘の静子 それに執事の狩田平吉と3名の召使いが住んでいたところが初中休暇になるとともに4名の青年がこの別荘へ秘書にやってきた井上一郎倉慶吉高野千志荒木清といってみんな中村家とは親族関係のものだが静子には4人の青年たちが 何を目的にここへ来ているかよく分かっていたひと言にして言えば彼らは中村家の莫大な財産が目当てなのであるどうかして老子尺のお気に入りになって静子と結婚しこの中村家の巨万の財産を手に入れようと企んでいるのだおおそうかもしれん。 老子尺は静子の考えを聞いた時うなずいていっただが少しくらい不良に見えるようなやつにかえって天才がいるものだよしかし静子には老子尺の言葉がよくは分からなかった高野選手はまだしも他の3人はだらしのないうえに乱暴者で 中学時代には警察の厄介になったことさえあるような連中だ「私油断しないわ」とひそかに決心していたのである高野戦士が去ると千鶴子は急いで化粧を済まして祖父の部屋へ入っていった老うしは安楽椅子に深々とかけて新着のフランス雑誌を読んでいた「おじい様、ま?」 ご機嫌はいかが？うん、ありがとう。ロシアクは振り返って。ダイソー綺麗だね。海へ行くのかい？ええ、このケープ、身長なのよ。よく似合うよ。どれそっちへ向いてごらん。 お実にきれいだ不良どもがさぞびっくりすることだろう嫌だわおじいさままあ早く行っておいでああちょっとお待ちすまないがマサヤにぶどう酒を出しておいてもらおうかねあら珍しいこと召し上がりますの 昨日からバカに具合がいいんだクッションも片付けさしたし久しぶりに一杯味わってみようと思ううれしいわすぐそう言ってきましょう酒蔵の鍵はりたの部屋にあるそういえばりたはまだ帰りませんのね執事の狩田平吉は 岡山市にいる兄が急病だという電報で3日前に岡山へ帰ったがもう戻らなければならぬはずなのである老うしくはテーブルの上を見合っていったさっき電報が来たよもう23日滞在させてもらうということだなあに屈強な若者が4人もいるんだから こちらは大丈夫さ不安の兆ししず子が祖父の用を果たして浜へ出ると4人の青年はすでに人泳ぎした後らしく大きなビーチパラソルの陰へ寝転んでいたいやあ姫君のお出ましだ遅かったですね さあ、ここへお入りなさい選手は黙っていたがほかの3人はなれなれしくまるで手を取らんばかりに起き上がってくるしず子は冷ややかに「ありがとう」ケープを脱いで「私先に泳いできますから」と活発に右輪の方へ立ち去った。 すんなりと丸みを持った若鹿のような美しい体にぴったりした純白の水着が描き出す曲線はすばらしいものだった公家沼でもその浜はブルジョワ地帯で青年も霊場たちもつぶよりのしゃれ者ぞろいだったがその中でも静子の美しさは群を抜いているので白の姫君ともっぱらの評判であったボンジュール窓ドモーゼ メラープリンスのお通りだ今日こそ負けるな辺りにいた青年たちはそんなことを言いながら静子の後から海へ入っていった静子は美しさばかりでなく泳ぎにかけてもその浜で続くものがなくいつも海へ入るなりぐんぐんと抜いてはるか遠い沖へ一人で行ってしまうそうして 追ってきた連中がやっとその辺りへ着く自分には大回りをして別の方からさっさと浜へ帰ってくるというありさまだった今日もそのとおり水際だったクロールで沖へ沖へとまっすぐに進んでいると「静子さん待ってください」と後ろで呼ぶものがある大変なお話があるんです 振り返ると荒木清だった。彼は静子が速度を緩めた隙に抜き、手を取って近寄ってくると並んで泳ぎながら。労使釈とあなたを殺してしまうという脅迫状をよこしたものがあるんです。いたずらでしょう。現金1万円を出せばよし。さもなければどんなに警戒しても駄目だと書いてあります。 ままでにご通も受け取りました。そんな話ならおじいさまになすってよそう言うなり静子はピッチを上げてぐんぐん荒木から離れてしまった静子は荒木の話を天から嘘だと思ったそんなことを言って自分のご機嫌を取るつもりにそういないそうでなければこんな海の真ん中で言いだすわけがないそう思っていた しかし大回りに浜へ帰ってビーチパラソルの下へ体を休めに入った時またしても同じようなことを聞かされたのである静子が軽く疲れた体を快く斜上に差し伸べていると井上一郎が素早く近寄ってきて「静子さん大変なことがあるんですよ」とそばへ座った。 今日まで内緒にしていたんですが実は45日前から脅迫状をよこすやつがいるんですはじめは誰かのいたずらだと思ってたんですが1万円出すかでなければおじいさまとあたしを殺すって言うんでしょあもうご存知なんですかたった今荒木さんから聞いたわ荒木が 井上一郎はさっと顔色を変えたただ顔色を変えたばかりではなく拳で空を打つような真似をしてうめくように「そうかそれでわかった」と言いながら振り返った「静子さんそれでわかりましたよ荒木です荒木の仕業に違いありません」 何が荒木さんなの脅迫状のことを知っているのは僕と蔵の2人です2人だけで何とか前後策を講じようと相談していたので荒木にも高野にも話していないんですしかもですねしかも僕たちの見るところでは脅迫状の筆跡は確かに荒木のものらしいんですそれがどうしたっていうの 分かりきってるじゃありませんかやつはあなたと中村家の財産を狙っていたんですがとてもダメだと思ったので1万円脅迫しようとしているんです僕たちしか知らぬことをやつが知っていたそれから筆跡この2つが証拠ですでもその脅迫状をどうして井上さんと倉さんだけしか知っていないんです あなたを驚かせたくなかったからですありがとうではどうぞこれからも驚かさないでちょうだい私そんな話聞くのも嫌ですわそう言って静子は立ち上がった深夜の事件 静子はすっかり感情を高ぶらせていた1万円の脅迫状金を出さなければ老磁石とともに殺してしまう本当にそんな脅迫状が来たのだろうか井上一郎も言い荒木清も言うのだからおそらく嘘ではあるまいでは何者がそんな恐ろしいことをしたのだろう 井上さんはああ言っていたけれどよく考えてみればあの人もあたしと財産とを狙っているしあたしがあの人を嫌っていることも承知のはずだもしあたしと財産を手に入れることができないためにそんな脅迫状をよこしたのだとすれば誰彼というより4人とも疑わしいと言わなければならないそう考えると 何もかもかからなくなくるこんな時りたがいてくれたら静子はふとつぶやいた執事の狩田平吉はむっつり屋の四十男でどこかに底知れのようなところもあるが7年来というものを全く忠実一方に勤めている模範的な執事だったりたならこんな時相談することができるかもしれないのに。 いつ帰ってくるのかしら。しーちゃん入ってもいいかいドアの外でタカの戦士の声がした夕食から2時間もたってもう時計は9時に近い「行けません」と言おうとする間に戦士はドアを開けて入ってきた寂しい晩だねエルいけな口癖になってるものだから。 ごめんよせんちゃんでもさびしいことあるのあるさほんのときたまだがねさびしくてたまらないときがあるよことに今夜はねどうして今夜なのきみはわらうかもしれないがせんしはまどのちかくへあゆみよってくらいにわをじっとみやりながらいった。 ななんんだだ。か、今夜は変なんだちっとも落ち着かない後ろから絶えず追いかけられているような気持ちだ前にもこんな気持ちを感じたことがある確かにそしてよくは覚えていないが不吉なことが起こったようだ不吉な話なんてたくさんよ僕もさ嫌な気持ちだ ねえ、しーちゃん一緒に藤沢へ行ってみないかいやよそう言うと思ったよ選手は寂しそうに笑って23歩部屋の中を歩き回っていたがやがて「たまらないこれじゃとても今夜は眠れそうもないし藤沢の吉村のところへ行って将棋でもさしてこよう」 ひとりごとのようにつぶやくと「じゃあおやすみ」と言って静かに出ていったあの人どうしたのかしら脅迫状のうわさで心配している時も時いつにない高野選手の妙なそぶりを見て静子の不安は一層強くなったいっそおじい様にお話ししてみようかしら。 いやいけないせっかくお気分がよくなっていらっしゃるのにこんなことをお聞かせするなんて法はない強く頭を振った静子はやがて駒使いの雅也を呼んで寝巻きに着替え読み差しの本を持って寝台へ上がった11時を聞くまでうつらうつらしていたがいつか眠ったらしいどこかで ズドーンと不気味な物音がしたのではっと目が覚めるとちょうど壁の時計が一時を打った妙な音がしたようだけど寝台の上へ起き直ると続いてどこかでパタンとドアの閉まる音がしたおおじいさまのお部屋だわ。そう思ったので寝巻きの上からガウンを引っ掛け寝室を出ると ろうししゃくの部屋へ駆けつけた「おじいさまお目覚め?」ドアをたたきながら呼んだ「おじいさままだお目覚め?」返事はなかった「もしや」と思うと矢も盾もたまらずドアを押し開いて中へ入った部屋の中には電灯があかあかとついていた。 そしてロシシェクは安楽椅子と一緒に床の上へ倒れている。あおお、じいさま。叫びながら走り寄ったが、しかし彼女は突然とそこへ立ちすくんでしまった。ち、血。ロシシェクの後頭部から溢れ出る血が床にべっとりと広がっているではないか。 ままささや、や。静子は絶叫しながら部屋から飛び出した下男の六助爺いやと雅也と老女中等が駆けつけてきてすぐに医者と警察署へ電話をかけたしかし井上も蔵も荒木も家の中にはいなかった無論高の戦士も。 誰が犯人か警察からは所長をはじめ腕利きの刑事たちが時を移さずやってきた調査の結果は左の通りであったすなわち犯人は窓から侵入し安楽椅子で読書していた老子尺を鉄棒で殺害し金庫の中から6,000円余りの現金を盗んで逃亡した これが事実のあらましである。恐るべき事件はついに行われた。あの人たちを捕まえてください。静子は狂きしたように叫んだ。くらと荒木と井上。それからそれから高野さん。この4人を捕らえてください。犯人はきっとその中にいます。お嬢さん。 どうか落ち着いてくださいいえあたし知っていますしずこは所長の言葉をさえぎって叫んだあの人たちはこの家の財産を狙っていましたでも私たしはみんなを嫌っていますみんなはそれで脅迫状だのなんだのとあたしを脅かしていました脅迫状ですって しが思わず乗り出した。そして静子から昼間の話を詳しく聞き取るとそうですかそれは重大な事件だそして4人とも今ここにいないのですねお夕飯の時はそろっていましたが高野さんは9時頃藤沢の友達を訪ねると言って出かけましたしあとの3人はいるものとばかり思っていたんです。 おい、すぐに手配してくれ所長が振り返って叫んだ時倉と井上と荒木の3人がその部屋へ入ってきたあ静子は跳ね上がって叫んだ来ました。あの人たちです。どうしたんですか三人が、 この場の異常な光景に目を見張りながら近寄ろうとするのを、署長が前へ立ちふさがって、待ちたまえ、説明は僕がする。死者は殺害された。犯人はその窓から侵入し、死者を殺して金庫の金を盗んだ上、逃亡した。本当ですか。三人はさっと顔色を変えた。 所長は冷ややかにそれを見やりながらそれで聞くが一体君たちはこんな時間までどこへ行っていたのかねはどこってそのはっきり言いたまえ3人とも真っ青になって目を伏せたそれを見ると静子はたまりかねたように言えないでしょ おじい様を殺したのはあなた達たです脅迫状の話などこしらえて他人のことのようにごまかした上おじい様を殺してお金を違うよ静子さん荒木がぎくりとしながら遮ったその疑いはひどいでは申し上げましょう実は妙なことがあったんです 夕飯のあとで部屋へ入りますと脅迫状と同じ筆跡の手紙が置いてあって午前1時までに西浜の一本松の下へ来いということが書いてあったんです重要な話で決して危険はないということですから行ってみますと蔵と井上が待っていました僕たちも同じ手紙を受け取ったんです井上一郎がそばから言った。 妙な話である。所長は真偽を確かめるために厳重な尋問をしたそして両方で受け取った手紙を調べたり西浜の一本松へ刑事をやって本当に3人がそこで何時間かを過ごしたかどうかを調べたり事実そこにはおびただしいタバコの吸い殻やマッチの燃えさしが落ちていたしているうちにすっかり夜が明け離れてしまった 時計が6時を打った時旅行カバンを持って執事の狩田平吉が帰ってきた彼は下男に事件を聞いたらしくすっかり取り乱した様子で静子のそばへあたふたと走り寄りながらお嬢様お嬢様しどろもどろだった静子も涙ぐみながらむせぶように カリタンどうしてお前早く帰ってきてくれなかったのお前さえいてくれたらこんなことにはならなかったかもしれないのに申し訳ございません兄の病気がはかばかしくなかったものですからして犯人はもう捕まったのですか君はここの執事だね所長が近寄ってきて聞いた はい、いでございます。岡山へ行っていたそうだが今帰ってきたのかはい午前5時30分藤沢駅着の列車で帰ってまいりました間違いないだろうな決して嘘は申し上げません狩田平吉がはっきりと答えた時客間の方からドアを開けて 高野選手が悠々とした足取りで入ってきたそして所長をはじめ一同があぜんとしている中を部屋の真ん中まで進んでくると両手を広げながら言った皆さんは僕を探していらっしゃったのでしょう僕も試着を殺害した嫌疑者の一人だということで急いでやってきましたおっと待ってください

僕はさっきから次のの部屋でで聞いていてたのですが、井上君たちが西浜の一本松のところに数時間いたということは事実として正確ではありませんそこにタバコの吸い殻やマッチの燃えさしがあったとしてもそれが確かに昨夜のものだという証拠がないからです君は我々を犯人だというのか井上が怒号した。 君こそ今までどこにいたかわからないのに僕たちを呼び出した手紙もあるいは君の仕業じゃないのかまあ聞きたまえ本論はこれからだ戦士は静かに笑って所長の方へ振り返った所長さんこの部屋の者には誰も手をつけていないんでしょうね何一つ手を触れてはおらん。 あのクッションもですね。みんなは戦士の指さす方を見た倒れている老磁石の足の方に磁石が常に痛風症に悩む足を乗せていたクッションが転げていたもろん、あれもあそこにあったままだねえしーちゃん戦士はしず子の方へ振り返った磁石はこの34日ひどく具合がよくて クッションは片付けさせたはずだねええそうだわ妙だ僕が夕べ来た時もこいつはテーブルの隅に偏寄せてあった所長さんここにいるものはみんなクッションが片付けてあったのを知っています一体それがどうしたのかねお分かりになりませんか 犯人はですねこのクッションが片づけてあったことを知らなかったんです例えばですよ執事の狩田くんは1週間前岡山に立ったその時はまだ死者はクッションを使っておられたんですだからもし狩田くんが犯人だとすればですね死者を殺してから。 部屋の中に証拠になるような痕跡を残しはしなかったかと見回した時クッションの位置が違っているのを見つけふと日頃の習慣で元の位置へ直すつまり片付けてあったのを知らずにですねばばかを言うな狩田平吉がわめきたてた怒ったねたく君。 今のは例え話さ。つまりクッションの位置を直したものがあるとすればここには君よりほかに誰もいないと言ったんだそれでは私が犯人だというのか僕はそいつを疑いたいんだなぜって君はそこに鍵束を持っているねりたはぎょっとしながらチョッキの胸を押さえた。 それは酒蔵の鍵だ。そしてその鍵は昨日マサヤが使ったんだぜ試写がブドウ酒を飲まれるので君の部屋からここへ持ってきてあったんだそうよそうだわ静子が思わず叫んだ選手はついっと一歩進んで鋭く突っ込んだ君は昨夜この部屋へ来た。 そして老子者を殺害し金を奪って逃げたんだ何よりの証拠を言ってやろうか君は今午前5時30分着の一番列車で藤沢へ着いたと言ったがその列車は沼津で脱線して2時間の延着になっているぞお狩<ー>田平吉はよろよろとよろめいたが「畜生 とわめきざま猛獣のように戦士へつかみかかった間一発、戦士はひらりと体をひねると狩田の利き腕を逆にとってねじ上げ腰車にかけて「やっとその場へたたきつけた途端に刑事たちが折り重なって手錠をかけてしまった。 りたは7年の間実直に勤めながら実は絶えず隙を狙っていたんですそれから5日目の朝千子と選手はベランダで紅茶をすすりながら語っていたそこへ僕たち4人が来た僕は別として井上や倉や荒木がここの財産目当てにあなたと結婚しようと企んでいることを知り 自分は偽の電報で兄が病気だと言って岡山市へ立ちました無論それは表向きで実はこの土地に隠れており荒木と井の上へ別々に発見されるようにして脅迫状を送ったのです彼らはあなたに恩を着せようとして互いに競争するでしょうそれはつまりかえってあなたに彼らを疑わせることになるのです事実 あなたたは彼らを疑いましたそこでりたは偽室の手紙で3人を一本松へ誘い出しその留守にあの恐ろしいことをやってのけたのです僕も実は昨夜までは3人が怪しいと思っていました何かしでかしはしないかと注意していたんですもしりたの方に気が付いていたら磁石をお救いすることができたでしょうに。 それを思うと、残念です。でもお礼を申しますわ本当を言うと私あなたを疑っていましたのバカでしたねせめてもの慰めは試写の敵をその場で発見することができたことですかりたも悪人に似合わぬ愚か者でしたあのクッションと鍵 執事としての日頃の習慣が彼を自滅させたのですそれからあの一番列車一番列車が沼津で脱線したなんて嘘でしたそれはやつが一番列車で本当に来たかどうかを試す罠だったんですよもう、まあ、ねえしーちゃん戦士が言いかけるのを 静子がそっと遮りながら言った「エる」って言ってちょうだいえ許してくれるのかいえあなたにだけ「しめた!」戦士は手を打って叫んだこの悲劇の家にそれが初めての明るい声であった